今回は初大久保嘉人邸で豪邸です豪邸で大久保嘉人邸でトーク企画をちょっとやっていきたいんですが、嘉人さん3年連続ね、はい、得点王ですから。3年連続いないでしょ。いないいないいない。1人もいないな。1人もいない。監督はね、良一さんとか久々は2年連続で、2年連続で被ってるから1人じゃない。そういうことね。そう、なるほどね。2年連続も単独は多分1人じゃないかな。あね、3年連続得点王大久保嘉人が認めるフォワード、フォワード、うん、今まですごかったフォワードベスト3をちょっと教えてもらいたいんですが、はい、じゃあまず第3位から。石澤明憲。おお、セレッソ大阪で引退したよね。そう、まあ、明さんはね、うん、やっぱ衝撃だった。衝撃でしたね。ボレーとかが半端なくうまくて、で、あとはもう怖かったからそうアウトサイドでパスとか出したら、うん、マジで怒られる。インサイドで出せ。それから、うん、俺アウトサイドでパス出すことが今でもほぼな、絶対インサイド出せみたいな。嘉人が怖かったの。めちゃくちゃ怖かったです。え、だってさ、若い頃なんかやんちゃってでしょ。やんちゃったけど、控え室の中では、うん、もう胸ぐらつかまれて、てめえ何してんだよっていう感じで、俺はもうすいません、うん、言うしかないから、うん、もうそれがずっとやった。でもあの人に本当に育てられたなってのはありますね。そうなんだ、うん、え、何個中愛だっけ。6個。我々も日本代表でめっちゃ活躍してたしね。そう、でもテレビで見てた人から一緒にできてありがたかったなって思いますね。まあキープもできて、そうそうそう、ゴールも決められて、そういうイメージだ。もうキープ力が半端ない。半端ない。でヘディングと思ったらトラップするし。ああそうだね。そう、第3位石田明憲さん。はい、明憲さん。じゃあ第2位お願いします。第2位はムバッペ。おおムバッペね、パリ・サンジェルマン。はい、いやもうあのスピードはやっぱなかなか止められないし。まあそうだね。で若いし。そうだね。勢いもあるし、うん、俺は結構無双するんじゃないかなって、うん、まあパリ・サンジェルマンもいいけど、うん、もっといいチーム行ったら、うん、すげえ活躍するんじゃないかな。対戦とかもない。ない、ムバッペはないです。テレビで、テレビでしか見てないですね。まあ早いよね、あれは。早い、まあまあまあ、早いのレベルが違うよね。違うね、うまいしね。うまいし早いし手がつけられないパターンですね。完璧でしょう、うん、あれはまあ文句のつけようがないです。ないですね、うん、第2位、はい、ムバッペ。じゃあ第1位。第1位は、うん、あのブラジルのロナウド。おー、あ、ロナウドロナウドロナウドね。あ、わかるでしょ。わかるわかる。あのゴロ、うん、はいはいはい、うん、あれは、うん、対戦したんですよ。え、そうなの。そう、マジョルカ行った時に、うん、で、サンチアゴベルナベウで、うん、俺フォワードだから、うん、ロナウドがドリブルで仕掛けるとこ見るじゃないですか、うんうんうん、もうね、スピードめちゃくちゃないんですよ。でもデブって言われたけど、うんうん、ごつくて、うん、2人こっちから取り行ってるんだけど、うん、手で押さえながらゴリゴリ行って前から来るディフェンスも普通に抜いて、うん、簡単に決めるから。あ、そうなんだ。こいつすげえと思いました。後ろからもう見てるからずっと、うん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 、試合中、うん、これだと止められないなっていう。しかも多分ヨシトがやってた時って、うん、ロナウドがレアルマドリードで全盛期ではないね。そうそう、もうちょっと過ぎてる、過ぎてるっていうか、うん、過ぎてスピードも落ちて、もう昔のロナウドってバルセロナの時にもうとんでもないスピードでもうキレッキレで ね、 キレッキレでね、もう止めようがないみたいな。そこからちょっと大きな怪我もして、うん、スピードもちょっとずつ落ちてでのレアルだったから、 そ、 でそこですごいと思ったんでしょ。それでもすごかった。半端なかった。半端ないんだ。ずっと見ときたいなって思うぐらい、うん、美しかったね。あ、そうなんだ、うん、って考えたら全盛期どんなの。もういやも う、 んなもう止められないでしょってことだよね、うん、堂々第1位はロナウド選手です。で、はい、ちょっと続きで、はい、若手のベスト3も聞きたい。期待の若手。第3位は、うん、板倉滉。現フロー人間、はい、うん、オランダのチームでフロンターレの時一緒に。そう、フロンターレの時一緒やってて、うん、まあ、絶対フロンターレでは試合出れない、うんうんうん、入ってきた時に、うん、まだ1年目で、うんうん、俺は出場停止かな、うん、一発レッド食らって、うん、その時にみんなやっぱ試合行ってるから、うんうん、まあ、ちょっと家に呼んでやろうと思って、うん、家でちょっとバーベキューしたんですよ、うん、コートもう一人選手呼んで、うん、でその時に、うん、もうこのまま行ったらお前絶対クビになるから、うん、もう思いっきり先輩とか気に使わずに、うん、行けと、うん、そこで文句言われるかもしれないけど、うん、その場でしかないから、うんうん、あとは普段優しいからみんな、うんうんうん、そうだ大丈夫だから行けと、うんうん、だからそれから結構ガツガツ行くなって、うん、ほんでその次の年ぐらいに試合に絡むようになりましたね、うん、
あ、そうなんだ。で、仙台にレンタル行ってね。そう、仙台にレンタル行って、また試合に出て、うん、まあ、自信もついて。そうだよね。じゃあ、あのフロンターレの時は、うん、今みたいな、なんかもう自信持った感じの、ないっすよ。前にボール運んだりとかさ。ないないない。あ、そうなんだ。本当に気を使ってやってたっていうか。へぇー。やっぱ若手そうじゃないですか。まあまあ、確かに。だから自分出せないし、うん、出た時はちょっとビビって、ミスしてとかさ、なるけどさ。いや、もともとだから強気な感じかと思ってた。いや、全然全然。あ、そうなんだ。だからちょっと嬉しいですよね。へぇー、あそこまでなってくれてさ。なるほどね。そうそう、板倉選手オリンピック世代だからね、はい、そうですね、頑張ってほしいです、ね、東京オリンピックね、うん、じゃあ第3位板倉滉選手、次じゃあ第2位、第2位は堂安律選手。おー、堂安律選手は今現オランダ PSV、うん、代表で一緒にやってる？いや、やってない、やってない、やってないか、やってない、かぶってないか、かぶってもない、一緒にはやってない、やってない、あー、まあでもだからテレビ見たりとか、そう、テレビで、うん、な、何がすごい、やっぱあの独特のあの左の利きで、あー、ドリブルだったり、そうだよね、うん、でパスも出せるし、うん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 、形あるよね、そうそうそう、うん、多分本当メンタルも多分強いですよね、あー、確かに、だからこれはすごい楽しみだな、見ていて、うん、なんかやってくれるんじゃないかなってね、確かに、確かに、それはあるね、試合見ても、なんかやってくれそうな感あるもんね、うん、それがすごいワクワクする、あ、確かに、それは思うわ、俺も代表の試合見てて、ね、うん、なんかやってくれそうだなみたいな、それ大事かも、第2位は堂安律選手、第1位は、第1位は、やっぱ、あれでしょ、南野。うわあ、リバプール行って、リバプール行ってね、今 ね時の人ですよね、そう、かなり、やっぱあの J リーグでやっててさ、うん、やっぱ J リーグで一緒にやってた選手は多分自信がつくと思うし、ああ、そうだね、確かに、増えたことによって、うん、かぶってないでしょ、セレッソ、かぶってはない、まあ対戦はあるわ、あ、あるんだ、そう、対戦はしたことあるけど、うんうんうん、でもあそこまで行けたっていうのは、うん、すごいなって思うし、うん、気持ちめちゃ強そうだよ、ね、強そうだね、うん、めちゃめちゃ強そうだよね、うん、絶対強いと思うよ、ねえ、もう強気のなんかもう顔から分かるよね、そう、 そうじゃなきゃあそこまでいけないし、うん、まあ、活躍してほしいなって、うん、あのリバプールで、なんだろうな、南野くん、その吉田の若い頃じゃないけど、なんかそういうガツガツした感じの、そうね、それはちょっと見てね、うん、まあまあ今もガツガツしてるけど、もっともっとなんかまあね、昔はね、年を重ねてちょっとね、あの、いい意味では丸くなってくるじゃん、まあ、南野選手ね、まあ、ドリブルもできるし、そうそうそう、シュートも打てて、何でもできる、何でもできると思う、確かに、しかも堂安選手みたいな、うん、何かやってくれそうみたいな、まあ、そうそうそう、あるある、の期待値が高い、うん、そう、代表でもバリバリエースだしね、ね、うん、頑張ってほしいなって期待してます、ね、なるほど、堂々、じゃあ第1位は南野拓実選手です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。